皆様聞こえているでしょうかね。ちょっとこれを前に出して近づけましょう。はい。パフさん、パフ417さん、そしてエンジェルさん、マリちゃんこんばんは、は、ポイポイさんかな。と映像クリアです。OK です。メロンマスクさん、こんにちは。How was your day?、My day has been good. My day has been good. Hi, Brian. Good evening. ちょっとね、こう、いつもすごいカメラと近いから、なんか、自分のこう、あまり見せたくない部分とかもすごい全部見えちゃうんで、ちょっとだけカメラ位置を。やろうかな。これくらい？それくらいかな。まっすぐではないかもしれないけど、今日はこれで勘弁。本日の配信楽しみにしてましたということで、星野さん、橋野さん、ごめんなさい、橋野さんです。ワンワードブライアン。山本さん、こんにちは。ニットキャップがかわいい。9216GTO さん。こんにちは。音声映像バッチリです。ということで、梅門さん、ありがとうございます。リラックスマリさんののんびりオンネーム、ゆきちゃん、大変安心、ありがとうございます。お手手舐めないようにね、お手手舐められないように、舐めることができないようにソックス今日は入ってるんですけどね。ちょっと待って、これ外しましょう。はい、まことさん、あ、よしかねさんもね、ありがとうございました。あ、近所の犬が吠えてます。 The dog is barking。 さて、皆様ね、いかがお過ごしでしょうかね。特に今日も話すことは決めてこなかったんですけど、日本は多分ワールドシリーズ、違う、ワールドシリーズじゃない、ワールドベースボールクラシックで盛り上がっていると思うんですけど、In Japan, I think、people are talking about World Baseball Classic tournament because Otani is in it as a Japanese team, as the Japanese team, and、それからヌートバー選手というね、最初ヌートバー、ヌートバーって新聞にバーってたくさん出てて、何のことかなと思って、最初ヌードバーかと思った。だけど彼はアメリカの、大リーグの選手なんですね。私あんまり今まで聞いたことがなくて、よく分かんなかったんですけど、so, みんな聞こえてますか。あ、そうだ、これ消しましょうね。ちょっと1枚だけ写真撮ってから消そうかな。これこうやって、ちょっと待って、 I'm gonna take one picture。という感じで写真を撮りました。後でこれはインスタに載せたいと思います。はい、あ、Thank you, Brian。 これはあれですね、Sea Turtle T-shirts ですね。I love sea turtles. 生存確認番組ということでね、今日もやってきました。はい、上野くん、こんにちは。おはようございます。今日からね、日本は10時。Since it's summertime here, although it's gonna rain again day, tomorrow, day after tomorrow here in Los Angeles,、and it's gonna get cold. I got the letter from the city. It's gonna be cold again, but...So, in Japan, it's 10 a.m. instead of 11.、まあ、とにかくね、皆さん野球は見ていますか？なんか会話があまり進まないようなのでね。私はね、今、アメリカとベネズエラがやってるんですよ。いつもここに来てくれるベネズエラからのファンの方がいらっしゃいますけどさ。
アントニーか。So, Anthony is from Venezuela, I think, right? And, now USA and Venezuela are battling each other. ね、今、アメリカとベネズエラが試合やってて、あまりここからは洗濯物が干してあるんで、ちょっと見えないんですけども。でも、ベネズエラも、安心できるチームじゃなくて、大リーガーもたくさんいるし、アルトゥーベとかがいるので、簡単ではないはずなんですけど、今ね、スコアはわかりませんけど。皆さんは何か今日話したいことありますか？今日は、そうたくんは、棋王戦の、何対何戦？第4局か。今、朝になってね。戦いが始まったところですね。Do you have anything you want to ask or you want to talk about? I'm sorry, I don't have much. Well, I went to ballet yesterday. 昨日ね、バレエの稽古に、今は週1回しかしてないんですけども、まあもちろんお家でね、個人練習とかはしますけど、今やってるバリエーションが今まで踊った中で一番難しいバリエーションで、ものすごく体力を使うので、その夜とか次の日とか結構クタクタになっちゃうんですよね。Thank you so much, Brian. So, I'm doing a variation that's the most difficult ever for me. So, when people watch it, look at it, kind of casually, because, it looks I don't know, it looks easy or something that I felt like maybe I could do it easily, but it turned out it's really difficult. And I think for professional ballerinas, they know it's a difficult piece. I just like the mood, I didn't want to do anything cute or too smooth. I wanted to challenge myself to become like a kind of queen vibe, like 今回はそれでね、なんか可愛らしい踊りとか、なんかスムーズな踊りとか、なんかこう、よくコンクールとかでみんなね、10代の子が踊るようなのじゃなくて、ちょっと女王様気質の踊りをやってみたかった。で、前回の、スパニッシュダンスもコッペリアからなんだけど、あれはその、いわゆるコンクールとかで踊るバリエーションとはちょっと違って、キャラクターダンスみたいなところがあって、一応それもね、思い通りに踊れなかったから、6月の発表会でやり直すつもりなんですけど、まだそこには至ってなくて、そこの練習には至ってなくて、まだやってる、ライモンダっていうんだけど、ライモンダのウェディングバリエーションの、練習しかまだできてないんですけど、とにかく、こう、ただ気が強いっていうんじゃなくて、品のある気の強さみたいなのを、こう、ちょっと、出せる踊りを選んだんですけど、本当に難しくって、体力使うんで、だいぶ苦戦してるんですけど、でもだいぶこなれてきて、あと、まあ、今3月でしょ？ 4、5、3ヶ月あるので でも3ヶ月って言っても、月に4回お稽古があったら、あと12回しかお稽古がないっていうことだから、あっという間にね、年の半分まで時間が過ぎちゃうって感じなんだけど、I chose that variation because I wanted to be a like classy queen, not like a cute Mari. I wanna be strong, like, do you understand? Like, but not a bitchy strong, like, maybe I can move the world or I can stop the world just doing one thing like that. Like powerful woman. I wanted to dance a powerful woman. Hi, Brian. It's okay. It always starts from six, usually. That's right, elegant and regal.
That's a good, expression. はい、マリーナさん、こんにちは。皆さんお元気でしょうかね。はい。それからね、そろそろ本当にライブの、小屋はね、ブッキングしてあって、まあ、協力者の方がね、交渉に行ってくれて、ブッキングしてあるんですけど、その後は何も動いてなかったんですけど、そろそろもう時間がね、どん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 過ぎちゃうので、きちっとした確認とかね、まあ今回は、私がいろいろしなきゃならない、コンサートの会場主導なので、そのために私がアルバムリリースしなきゃならないとか、1ヶ月間プロモーション活動しなきゃいけないとか、いろいろな規約があるので、まあ、そのために今から、例えばいつアナウンスするのか、いつチケット発売するのかとか、まあ、配信はあるのかとか、そういうのを詰めていかなきゃいけないので、またその方に、協力者に、まあ、会場の方に行ってもらって打ち合わせをしてもらうので、そろそろそれを動き出さなきゃならない時期に来ていますね。So, I booked the venue for September, right? And I have one person who's been helping me. Used to be a person who worked for Space Shower, the company that distributes my independent records. But he quit and now he's all independent. So,he was the one who went to the venue and talked about me and booked the venue for me. But already March, just amazing how time flies. And we have to start really deciding things like when do we announce the gig and when will we start selling the tickets and stuff. So he's going back to the venue soon. So.To talk about everything, so I have to have my mindset also. So, yeah, I'm starting to do that. Do you guys have anything you want to talk about? I am working on the mega concert that was supposed to be released in February for mega members, but my father passed away and stuff, so I'm gonna.Release it and I'm going to drop it in March and it's getting to the end of March. So I'm working on it. And, I am working on the album that I've been talking about for Lovers Only 2 for everyone. I decided for Lovers Only for everyone. That's the title I think that's going to be because the songs are not just romantic. There are some like songs that's edgy, you know, that are edgy. So it's not like a mellow. It's not going to be a mellow album. So I think it's going to be called For Lovers Only 2 for everybody, everyone. Yeah. Hone Gyuki no Sanpo niwa itte kimashita.今日は今までの中では暖かい日で、今暖房も入れてないんですけど、また明日から寒くなるみたいなんで、まあこのね、ちょっとポカポカ気温を今のうちに楽しんでおこうかなっていう感じですね。Yeah, Brian, you have many albums, you know, already, some cover songs are on, several records, so I'm gonna put them together and add to brand new recordings to it. That's gonna be the album, I think. それでね、もう去年の頭だとか、もう一昨年になっちゃうのか、一昨年の頭ぐらいからずっと書いて、もう去年、ちょっと時間、いつだったかな、去年だったか一昨年の終わりだったか、とにかくBeing Myself、のアルバムに入れようと思って作ってた Ghost っていう曲があるんですけど、それも本当はもうレコーディングも全部終わっちゃって、もうギターのダビングも終わっちゃって、もうミキシングして、あとは
マスタリングするだけかなっていうところに持ってってたんだけど、なんかね、あの曲いつも引っかかっちゃって、とにかく思い入れが強いから、一番いい状態でリリースしたいっていう気持ちがすごく強くて、で全然違うキーでもう一回歌い直したんだけど、そうするともうそこにはギターが入ってないわけなのね。その決めたギター決めたキーで、そのトラックにギターをダビングしてもらっちゃったから、マイケル・チャーヴィスに。だから全然違う調でやっちゃうとそのギターは使えないんだけど、それで聴いてみてね、なんかね、そのマイケル・チャーヴィスは非常に素晴らしいギタリストです。すごくオリジナリティあふれるね。けど前もちょっとだけ言って覚えてるかどうかわかんないんだけど、彼がギターをダビングしたら、あの音楽全体がなんかスペインに行った、スペインに旅をしたみたいな音になっちゃったんですよ。ちょっとあのなっちゃったっていうかなったんですね。ユキ、What are you doing? What the hell are you doing? Come on. I don't want that, please. I don't feel relaxed when you're doing that. Come here. Why do you do that, man? What do you wanna do, man? You wanna do that? You wanna come here? Do you feel isolated? Do you feel left out? Because I'm talking to something?Are you okay? Oh, you lost your sock. Where did it go? Yeah. What? Okay. ちょっと待ってください。Sit. Thank you. だからそのね、ゴーストっていう曲をそのもう一度ね、違うもうちょっと高いキーに変えて歌い直して、いわゆるオリジナルのプロダクション、何にもダビングしないその私だけのプロダクションで歌を入れて今ミックスしたところなんですけど、勇気、 Come on man, come on. OK、なんかね、やっぱりそちらの方がね、そのマイクル・チャーヴィスすっごい素晴らしいギタリストなんだけど、やっぱりその人のがやりたいことがこうギュッて凝縮されて入ってくると、自分らしさがこうちょっと欠けるところがあるんですよ、半減するみたいな。なのでなんとなくらしくないなみたいな音にもしかしたらなってたのかもしれないです。元の音を久しぶりに聞いたら全然その方がピュアだったので、多分そのギターが入ってるバージョンは今回は使わないで、なんか別バージョンがあるんだよみたいな感じで、どっかにもしかしたらいつかリリースするかもしれないんだけれど、とりあえず今はその私が作ったプロダクション、アレンジメント、混ざり気のないものをベースに、その新しく入れた歌のものをミックスまたして、てかもうしたんだけど、それをちょっとマスタリングエンジニアにマスタリングしてもらって形にしようかなっていうふうに今気持ちが変わっていて、 Yeah, I know, Tim. Okay, so do you wanna come here? Do you wanna come here, Yuki? Come here, come here. It's not that he wants to be here on my lap, though.I think he's just, I don't know. He's trying to make himself, I don't know, comfortable. I don't need to feel like I'm not doing something, I'm doing something bad, right? Like I'm not including Yuki. I'm such a bad mother. I don't need to feel that, right? It's so difficult. I know. I'm always with Yuki, you know.I don't go anywhere. I just walk with Yuki, and once a week I do this, and he needs to give me a little break, you know? When I'm making my music, he's right next to me on the couch. I bought a couch so we can both sit. I don't have like the office chair. I have a little couch, high couch, so we can both be there connected, you know?ね、私いつもユキと一緒にいて音楽作ってる時も、
普通のオフィスチェアじゃなくて、こう、ちょっと、オフィスチェアのように、こう、高い、背が高いっていうか、その座るところが高い、カウチ、そのソファーを、もうずいぶん前だけど、買って、それで勇気が隣にぴったりくっついてられるようにしてるしね。常に勇気中心の生活をしているので、Oh, but anyway, yesterday, 昨日はゆうちゃんと出会ってからの記念日で、8年前の昨日、ゆうきと私はウェスト LA アニマルシェルターで出会いました。鶴の一声じゃなくて、バニの一声で、バニが、私に超能力を送ってくれて、今、シェルターに行くと、ママ好きそうな犬がいるよと、メッセージを送ってくれて、行った先に、ゆうきがいました。So, 8 years ago today, no, yesterday, 8 years ago yesterday, we first met at West LA Animal Shelter. It seems like yesterday, but we came a long way, you know, like at first I was so broken hearted because Bunny has passed. I wasn't expecting that. And I don't know, that depression came 3 months later and I was really, really literally dying. Having a depression, and Bunny sent me a message that, "Mom, you could, Mama, you maybe you can have a dog," and sent me to the shelter. And then there he was. Yuki was there and saved my life. So that was yesterday, 8 years ago. And I don't really want to talk about his age, blah blah, because you know, then people start talking about some sad stuff and stuff. So it's just, it's a anniversary, you know, we helped each other, you know, he experienced something like some accidents that I didn't want to have that to happen, like stepping on an old nail and stuff. And I wasn't perfect. He is my very first dog that I live with. And you know, I wasn't always perfect, but I can promise to myself and to you guys that I always had the best intention. Like, everything I do is for Yuki. So I'm always on top of things and never lazy about Yuki. So I know that deep inside, I know that knowingness about that.さとこさん、はい。こんにちは。まあ、そんな感じで、あまり音楽の話をしても盛り上がんない感じだね。最近みんな結構静かだよね。うん。出会いの記念に上野くんありがとうございます。ありがとうございます。うん。まあ、なんかね、YouTube ライブっていうのは、なんていうのかな。私の場合はこう、一方通行じゃなくてみんなからのメッセージ。コンサートと同じでみんなからのパワーに助けられてコンサートもやるんだけど、なんか YouTube ライブもそういう感じなんで、みんなが静かになっちゃうと私もどうしていいかわからなくなっちゃうから、まあでも何もね、私が話すことを、もしかしたらつまんないかもしれないし、まあ音楽的には大事な話してるんだけど、あんまりみんなも乗ってこないかもしれないから、うん。それは申し訳なかったですね。3月の18日って言ったっけ ?3 月の18日か。あ、今日かもしれない、まして。3月の18日。で、歌ってたよね、勇気で。It's today, I think. I'm so sorry. I said yesterday. I think it's today. It's our anniversary today. March. Are you sure? I'm going to check my phone. Hey, 今日かな ?18 日。3月の18日って歌ってたよね、勇気で。確か。I think it's today, actually. I'm going to check.
because I have the picture of that day. もういっぱいありすぎてわかんない。あ、ごめん。なんか、バニちゃん見ちゃった。悲しいよ。あ、今日だ。あ、違う。ちょっと待って。あ、今日だ。It's not, it was not yesterday, it's today. あ、今日だ。あ、3月の18日だ。なぜ17日だと思っちゃったんだ。ここにあります。こう。あ、見えないよね。こう。ユキが、こう、シェルターの檻の中にいる写真がね。It's today! Thank you, Lika man. I thought it was, somehow I was thinking it's the 17th, but it's today. It makes sense. I think it was the day before my father's birthday. Yeah. It's my father's birthday in Japan today. Although he's no longer here, physically. So, it's like a happy birthday, Papa, in Japan, March 19th, right? March 19th is my father's birthday. March 22nd is my twin's birthday. March 29th is my mother's birthday. So I'm surrounded by the people who are born in March. 私は3月生まれに囲まれてるっていうか、まあ、ゆうきは違うけど、ゆうきは出会った時に8ヶ月ぐらいの子犬かなって言われて、私は引き取ったんだけど、とにかく日本で今日は父の誕生日で、アンディとライアンの誕生日が3月22日で、29日が母の誕生日。3月はお誕生日が目白押しというね。そういう感じですね。あの、お祝いの言葉を言ってくださった方々、ありがとうございます。名門さんも、ありがとうございます。はい。そっか、それを今日はアピールしてたの。また取れちゃったよ。取れちゃったよ、食器。取れちゃった。まあ、そんな感じで。何の話をしたらいいかな。 OK, Brian. You have two boys. はい。何か話したいことありますか？退屈だったらもうそろそろ行こうかな。 If you guys are bored, I'm gonna...Go soon, you know, if you don't have anything. アルバムブランシュの頃にルーリというタイトルの曲がありましたよね。愛犬の曲だったと思うっていうのですが、今のユキの歌もありますの、あるのですが。はい、勇気という曲があります。Awakening というアルバムに入っているので、そこには The Greatest Teacher of My Life っていう曲もあって、あ、それはバニーの歌か。勇気っていう曲があります。そして、一番新しいアルバムにも、お散歩に行こうとか、一番最初の木漏れ日も、まあ、みんな勇気の歌ですね。はっきり言って。カシノさんは、最近私を知ってくださった方なんですか？それとも昔聞いてて、しばらく去ってて、最近戻ってきた方なんですか？みーちゃん、ありがとうございます。勇気っていうのは、その漢字の表記じゃないから、ローマ字で YUUKI の表記です。Silent Revenge. That dance was created with my former ballet teacher, Ilona, at Westside School of Ballet. That song is also based on my emotions, but based on my dream. So I explained. I used to dance the original choreographies
Now I do variations, and that's much more to me meaningful, that variation, the actually classic ballet variations. If I master each year one by one, that's more meaningful to me. But back then, I was doing the original choreography, so if you know the lyrics of the song, it's like going with it. That dance tells the story also. So, おはようございます。すいません、今起きました。ペコポンさん。あ、週末ですからね、皆さんね、だいたい9時とか10時に起きられる方もいらっしゃると思います。はい、うん。今日だってゆき、アニバーサリー、ハッピーアニバーサリーよ。ありがとう、いつも一緒にいてくれてさ、ゆき。ゆきはママを祝ってくれました。ね。ゆうちゃん。疲れた？ん？疲れた？退屈なのね。退屈な時は寝ちゃった方がいいもんね。寝て待った方がね。トウシューズ代の足しに、マリーナちゃんありがとうございます。トウシューズ高いので助かります。今だと、そうですね、一足100ドルするから、日本円にして、まあ、1万5000円とか、しちゃいますね。でも、ここのところ、すごい酷使してないので、結構トウシューズが持ってる。で、いつも3つぐらいトウシューズ持ってて、それをこう使い回しっていうか、ちょうどいい硬さになるときっていうのがあるんですよ、トウシューズって。そうするともうそれをこう、死なせたくないから、それ以上使っちゃうともう、自分の体を支えてくれない、ふにゃっていう、いつかはそうなるので、ちょうどいいのはこう、残してあるっていうか、使わないで持ってたりするんですよね。今、練習で使ってるのは、ストロングシャンクって言って、ちょっと、こういう、キュッて曲がるところの強めにできてるから、なんていうのかな、踊りやすくはないんだけど、逆に体を支えてくれて、多分それを使い込むとちょうど良くなるんじゃないかと思ってるんですね、今の踊りに。So, point shoes, you know, at first it is really hard to dance, on new point shoes because it's very hard. And so professional ballerinas, they do a lot of things to brand new, beautiful point shoes, likepeel the bottom, peel the, you know, bottom of the sole, and, you know, like, they just almost like destroy beautiful point shoes to wear. But for us, like the ballerinas who dance as their hobby, because point shoes is expensive and no one donates, you know, the shoes, so.We don't do that kind of like wild things to our point shoes. We use them very carefully. Although we do a few things, we have to stitch the ribbons and rubber band and, you know, like point shoes, they don't come with ribbons and stuff. We have to sew everything by ourselves, but we have to make it a little bit flexible. So we bend it a little bit. And at some point,it gets like perfect. It's the perfect hardness, perfect, you know, flexibility. But then if you keep on dancing on the same point shoes for the next 1 month or something, it will be dead. Like it's no longer holds your body. It won't hold your body. So it's a very sensitive thing, you know. So I have this perfect condition.Pair of point shoes and I don't wear it, you know, I'm keeping it that way. So my current point shoes are kind of hard. Maybe if I keep on wearing it for the next 2 months or something, like maybe it's gonna be perfect, but if it's still not like my thing, then I can go back to that perfect pair of point shoes. So it's a, you have to be smart using.And you have to feel, you know, feel the point shoes, you know.
to dance comfortably. あ、細川すみおさん。あ、橋野さん、ありがとうございます。マリさんのことは、昔に聞いていて、最近また聞くようになりました。昔。とても嬉しいです。これからも聞きます。ありがとうございます。細川すみおさん、おはようございます。先日のインスタグラムに、プラントの名前がアップされていましたが、いつ頃から覚えられていたのですか？ランタナは最初のこのお家の最初の頃さ、私このお家を買ってもう長いことあんまりそういう自然とかお庭とか興味がなかったんですよね、はっきり言って。だけどそうですね、本当に庭とか好きになったのはここ、10年ぐらいで、ランタナもなんていうのかな、あ、いくつかあったんですよ、ランタナの木もね。だけどちょうど裏のね、その、裏庭の斜面になってるところがあって、もともとは何だったのかわかんないんです、ここね。私も30何年も住んでるけど。だけど、そこがね、なんか、荒れ地みたいになってると可愛くないから、なんかこう、すぐ枯れちゃう草木だと面倒になるので、あまり何もしなくても生き続ける強い植物にしようと思って、いろいろサボテンとかも考えたんだけど、まあランタナが手っ取り早いっていうことで庭師と相談してランタナをたくさん植えたんですけど、でもそれもね、まあその今は雨がたくさん降ってるから花開いてくれてるんだけど、なんかお水の制限とかあってお水まけない時は花開いてもすごい辛そうに花が開いてたり、いろいろなんで、全面にその斜面がこう埋められるっていうのはなかなか起こらないんですね。で、たくさん雨が降るととか、たくさん水をまくと雑草も生えてくるので、結構本当に急な斜面なので、そこを私が長靴履いて雑草をむしりに行くってのは結構大変なんですよ。やったことあるんですけど、一時庭師さんをコロナの頃辞めてたんですよね。庭師さん怒っちゃったんですけど、でまた戻ってきてもらったのは、私やっぱり私一人では庭の管理はできないです。前の庭も 裏の庭もあって、ものすごいそんなにものすごいその豪邸みたいに広くはないんだけど、でもやっぱり大きい、日本のお家に比べたら大きいお庭なので、一人ではとても無理なので、ただ庭師さんもやっぱり月々のお金が今年から上がって、それ困るって言ったんだけど、それだけ払ってくれないともう僕来ないよって言われて、もうしょうがなくね、払ってるんですけど、結局、この間も言ったけど、音楽家とかはすごい今困って、っていうか、いろいろ大変な生活私なんかしてるけど、物価が上がってガソリン代とかが上がるから彼らもこう元が取れなくなっちゃうわけね。あまり安く庭師をしてると。 I'm talking about my gardener when I put the seed of lantanas, like put the lantana flowers. It was not a seed, it was already little plant, but yeah, so the gardener raised theMonthly fee a lot from this year, and it's understandable because gas is more expensive, and you know they have to make their living also. But everything becomes expensive, but musicians still struggle. Like we have to find a way. So anyway, come back to this topic.Just living is hard. I'm sure living is hard for everybody, but I have to manage, you know? それから、今ので、ランタナのお答えはできたかな。OK。なぜかというと、私はこの電源のコードを入れてなかったです。ちょっと待ってください。なので今、お達しが来ちゃいました。これ入れないといけませんよーって。はい、もう大丈夫でしょう。もう大丈夫でしょう。はい、もう大丈夫。よかった。はい。まあ、そんな感じかな。みんな他に何か質問ある？ヨッシーさん。大丈夫ですよ。庭に木穴を植えて楽しめるといいですね。私は返せないから。
あ、それはいいですね。それもいいと思います。私もお散歩中に他のお家のいろいろ綺麗な木々とかお花とか、すごく楽しんでいるのでね。あと、椿だったかボタンだったか、多分ボタンだったと思うんだけど、椿かな。私のお家に、ボタンの木もあるんですけど、今それも満開で、それもインスタにあげようと思うんですけど、なんか写真に撮るとお花がちっちゃく見えちゃうんだけど、本当に一つずつ大きなお花なので、すごく綺麗。すごく綺麗です。まあ、次のね、ライブの、タイトルも決めなきゃいけないし、うん、I have to decide that title of my next Tokyo concert.I have a few ideas.、I think simple. I think people prefer simple titles. And I was thinking about the concert title then. I thought maybe that can be my next album's title kind of thing. So my, you know, don't do that. I was thinking about the titles. Hi.他に何か、あ、コンサートの日程ね。そうですね。まあ、9月の頭ですね。9月の頭です。9月の頭ですよ。9月の第一週のどこかです。多分もう言った、誰かにっていうか、あ、もしかして YouTube メンバーかなんかには言っちゃったかもしれないんですけど、はい。9月の頭です。So my concert will be the beginning of September. これなん、取れちゃった。出て舐めないでね、ゆき。ライブのチケットはいつ頃から発売予定になりますか？あ、それをね、一番最初にね、ちょっと話してたんですけど、それをそろそろ詰めにね、また会場の方にね、ちょっとスタッフに行ってもらわなきゃならないんですけど、スタッフにっていうか今支援者ね、一人いまして、その方にね、お話を詰めにいろいろと言っていただく予定なんですけども、あんまり遅くね、販売すると、まあ私の場合チケットがね、あっという間に売れるタイプの人間ではもうなくなっちゃったので、はい。できればね、一般売りを5月の頭、ファンクラブを4月っていうふうにしたいなと思ってます。I'm thinking about maybe releasing the tickets. For the fan club and premium ticket people in April and for other people May. I think that's even, you know, I might need more months to sell many tickets, but already March, so I can't say anything about that anymore.まあなので、一般は5月、ファンクラブプレミアムが4月っていう感じかな。なので、あとすぐですよ。あとちょっとです。はい、うん。まああとはね、私がどういう感じの、思考のね、ライブに持っていくかっていうのを、ね、いろいろと私も、考えなきゃならないですね。恥ずかしくないものをね、お見せしないといけないので。はい。大きな会場だとプレミアムチケットとかは難しいですかね？いや、そんなことないです。だって白寿でもやってましたよね。白寿より大きなところではできないので、同じぐらいのキャパなので、プレミアムチケットが私の暮らしを支えてくれるので、プレミアムはなくせません、逆にね、はい。よろしければまたよろしくお願いします。飯島まりさん、おはようございます。ゆうちゃん、どうした？おいで。ホリホリしてるの？最近それすごいよね。おいで、ここに。はいはい。大丈夫よ。ゆうきが一番大事だって。今日はママとゆうきのアニバーサリーなのよ。昨日かと思って、昨日さ、お祝いしちゃったでしょ？ハッピーアニバーサリー言って。実は今日だった。ママがちょっとポケてたね。ごめんね。今日よ。今日で出会った日ね、今日はね。分かったでた。ねえ、今回は狙わなかったんだけど、ちょっとお揃いになったね、ゆうきね。
はい。ゆう、おいで、おいで。よし、ゴロンしてた。ゴロンゴロン、ダウンダウン、ダウンダウン。お目向かい。よしよし。はい、そんな感じかな。あとね、なんか先週、もう先々週だったから言ったと思うんですけど、なんかこう、お宝の CD を売りますよって言ってて、全然まだお店に出してないんですけど、よかったらね、marimusic.com/store ね、言ってくれるといろんな私のものが、ね、サイン入りで、まあ送料はかかっちゃうんですけど、サイン入りで、私が全部パッケージングもして送るのでね、よかったらね、marimusic.com/store に行っていただきたいんですけど、そこでね、売りますよって言ってたんだけど、まあ大体これは巷でいくらで売られてるのかなみたいなのもちょっと調べたんだけど、これね、見せてもあれだね。これはね、まあなんかなぜかこの CD がこう、Don't Fade Out の CD シングルが2枚。これいっぱいうちになぜかあったの。あとこれ、ゴールデンベスト、マリー・イージマ、ビクター・イヤーズ。明るすぎて全然見えないか。うん、それからこれ、カラパナのフルムーン・トゥナイト。I'm doing a duet Hawaiian wedding song on this. カラパナ。それからこの My Heart in Red、 おととしだったか、2020年かなんかに出た。それと、ミス・レモン。あ、そう、このビクター・イヤーズは2枚ある。もうそれをちょっと売りに出そうかなと思って。これもあるんだけど、これは、なんかよく見たら緑開いちゃってたのと、これはいつ出たやつなんだ。よくわかんないよ。紙ジャケットみたいな、いわゆるそういう感じの。まあ、この2つはもしかしたら売らないかもしれない。はい、これはもう結構希少価値じゃないかな、これ。ん？ちょっとさ。じゃあ、なんか、いいの？ It's not the original. It's 紙ジャケットって言うんだけど、いわゆる、looks like an analog record, but it's a CD kind of thing. まあ、出せば買ってくれる人がいるのかな。これもなんか3枚ぐらいあったから見えないよね。これなビクター・イヤーズ。もうサインしてあるんだけど、名前も、買ってくれたら名前も足すっていう感じ。ゆーちゃん、ゆーちゃん。でも、ゆうきの歌は今日はさ、今日がアニバーサリーって忘れちゃってたかな。昨日だと思っちゃってたんだよね。ゆうきはね、ママをね、救ってくれたんだよね。3月の18日、二人は出会った。あ、みんな、ありがとうございます。どうしようかな。いや、マーシーって控え聞こえちゃったか。今これを練習しててさ、ちょっと待って。もうちょっと終わりね、ゆき。これさ、自分が弾いたわけじゃないからさ、あ、これ、イージーママリの楽譜見ちゃったよ。これ。Because I didn't play it, I mean, on this record. なんかさ、変なんだよな、これ。本当かよって感じ。
そう、そうらしい。でもこれ鍵盤ちっちゃいから、ちょっとね。あとサステンペダルがないな。東京のライブで実力を発揮したいと思いますし、そこまでねコツコツまた練習したいと思います。そんなわけでじゃんけんだっけ。はい、それではいきますよ皆さん。まりちゃんとじゃんけん、最初はグー、じゃんけんポン。はい、あ、みんなおあいこが多いぞ。あ、負けました。マリーナ君にメロンさんにも負けちゃったし、なんかんさんにも負けました。ね、おあいこ多いね。おあいこってなんか仲間みたいでいいよね。はい。Brian, I think you did that after I did this. I don't know. 後出しかもしれないぞ。Anyway, I lost. Anyway, okay.皆さん本当に今日も見てくれてありがとうございました。またね、何か質問とかあったら、考えておいてください。なかなかみんなの協力がないとこの番組もね、アンメイちゃんそうですよ。いつもそうですよ。盛り上がらないので、まあ、できたらね、みんなにも協力してもらいたいと思います。ね。Forever, you are melody.いつまでも変わらないと約束して。Thank you でした。ありがとうございました。みんなありがとう。スパちゃんもありがとうございます。